皆様こんにちは。社会環境システム研究センターの持続可能社会システム研究室、非常に長い名前で申し訳ないんですけれども、そちらで、研究をしておりますアシナと申します。本日は脱温暖化社会に向けてということで、今最新の研究動向を含め、お話しさせていただこうと思います。で、我々の、所属しております研究室、先ほど大坪先生からお話ありましたけれども、この4月の組織改編で新たにできた研究室でございまして、以前私は地球環境研究センターの温暖化対策評価研究室という、この場で話すに非常にその分かりやすい研究室名だったんですけれども、そちらの方に所属していたんですけれども、センターをちょっと変わりまして、この社会環境システム研究センターというところは、新しくという話もございましたけれども、実は以前からございまして、以前は社会環境システム研究領域というような形で、呼ばれておりました。で、この4月の組織改編の一つの目玉が全部センター化ということで、8つのセンターが新しくできたということで、我々 の、 その社会領域もセンターというふうに名前が変わりまして、我々地球センターから動いてきたということになっております。で、本日の話でございますけれども、3つトピックとして、お話しさせていただこうと思います。一つは脱温暖化社会、あるいはこれ低炭社会という方が、皆様実は耳なじみがいいかもしれないんですけれども、その必要性について簡単におさらいさせていただこうと思います。ただこの部分については先週も出席された方はもしかするとその江守より聞いたかもしれませんので、あまりその深くは突っ込まず、一応そのオーバービュー的な感じで、概要的な感じでここの部分についてはお話をさせていただこうと思います。その次に脱温暖化社会に向けた日本の取り組み、あるいは世界の取り組みということで、現在どのようなことがされてきたか、あるいは現在どういった方向に進んでいるかということについてご紹介をさせていただこうと思います。それから最後、これは特に研究の部分ではございますけれども、脱温暖化社会のデザインということで、かなりその大きな変化が必要な社会であると、低炭社会にしろ脱温暖化社会にしろ、現在の社会そのままではなかなか達成できないということで、じゃあどういうふうな社会に変えていけばいいのかというような話について、我々の研究手法を含め ご説明していきたいと思います。で、まずはその脱温暖化社会の必要性ということから始めていきたいと思いますけれども、これはもう非常にざっくりとしたその温暖化問題の流れになります。で、まずは第一で温暖化しているのかどうか、あるいはその原因は人為的なものかどうかというところがまずございます。極端な話なんですけれども、この温暖化もしてないし、その原因が人為的なものでもないとするならば、その後の話はちょっと続きにくいわけでございますけれども、現状の科学的知見の範囲の中では、温暖化はしているし、その原因は人為的なものである確率が非常に高いというような、科学的な結論が得られていることから、我々の対策の方までつながっていくわけでございますけれども、じゃあその減少の海面予測というところの次に出てくるのが、温暖化が悪影響をもたらすかどうか、米の収量が変わるであったりとか、洪水が増えるとか、いろいろさまざまなその悪影響が指摘されているわけでございますけれども、そういったことが果たしてどこまで、我々の人間生活、あるいは社会といったものを脅かすかというところがまず一つ問題になるわけです。で、ここまではそのおそらく先週先々週といったあたりで話があった部分かと思いますけれども、今回はその4番5番の部分、対策というところが話の中心になるわけでございます。ただちょっと申し訳ないんですけれども、実は4番どのように適応策を打っていくかというところについては、まだまだ研究途上の部分が多いということで、ちょっと今回はお話はさせて、お話についてはあまり含めずに、特にその丸5番どのように削減策を打っていくかというところを中心にお話をさせていただくことになります。で、適応策と削減策何が違うかという話でございますけれども、適応策というのは例えば洪水が起きますと言ったときに、じゃあ堤防を作りましょう、それは一つの適応策なわけです。その温暖化によって悪影響が起きているものに対してどういうふうにそれを回避していくか、まさにその堤防の話であったり、収量が変わりますと、いろいろその平均気温が上がったり、あるいは温度のパターン、降雨のパターンが変わることによって、農業の農作物、現在使っている農作物の収量が変わりますと言ったときに、じゃあ別の農作物を植えればいいじゃないかというような話は、まさに適応策ではあるんですけれども、これ非常にその地域のバリエーションが大きいと。例えばタイでできる適応策と日本でできる適応策、そもそもその起きる悪影響が全く違いますので、なかなかちょっと一括りにもう世界全体でこれをやれば大丈夫なんだという話がなかなかしづらいということで、いろいろなことが我々弊社の研究者も取り組んではいるんですけれども、ちょっとまだ、十分そのまとまりきっていないと。もちろんその着々と成果は出てるんですけれども、なかなかちょっとご紹介できる
ほどきちんとしたものがちょっと我々私のところには手元にはないもので、ちょっと特にその削減策と、まあ、CO2 温室効果ガスを削減させていくにはどうすればいいかというところをお話しさせて いただくことになります。でこちら、まあ、温暖化影響による安定化目標、まあ、一体果たしてどこを目標にすればいいのかなというような話がまずそもそもあるわけです。その温暖化を止めましょうと、まあ、あるいは温暖化を防止しましょうという話になったときに、まあ、今すぐにもう全部を止めなきゃいけないのかと、あるいはまあもうちょっと温室効果ガスを出してでも大丈夫だよねという話なのか、そこはきちんと区別をする必要があるということで、まあこちらはIPCC の第3次評価報告書という、まあ2001年に出た報告書から持ってきているものなんですけれども、まあ2007年にまた AR5 と第4次評価報告書が出ておりまして、まあこの図自体もちょっと改定はされているんですけれども、大まかなトレンドとしては変わらないということで、ちょっとこちらの方を使わせていただきます。でまあ、現在そのいくつかその脆弱システムとか極端な気象といったようなものはすでにその温暖化の影響が出ていると。まあ、これ現在その 0.6 度とか、まあ1度近くまで産業革命以前から比較しますと上がっておりますので、まあそういったようなところがすでに起きていると。で我々が特にその人間生活あるいは社会に特に影響するのはどういった影響かという、どういったところかというと、特にその気象の様相の変化とか海洋大循環の停止、まあ、云々かんぬんいろいろ書いてございますけれども、非常にその破局的事象が起こっては困るわけです。まあ、こういったことが起こるとなかなかその社会生活そのもの、まあ、地球環境がかなり変わりうると。まあ、今少なくともその我々が住んでいる、まあ、北から南からさまざまな場所で地球全体で人間が住んでおりますけれども、その環境自体が変わってしまうということで、ちょっとそれは非常に困るなというところで、まあこの破局的事象といったものは避けなきゃいけないと。またそれ以前に当然その世界経済にも大きな影響出てきますので、まあ、農作物の収量が変わるということは、まあ、農作物の市場、まあ、農作物の市場がそもそも変わっていくということでございますので、まあ、そういった意味で その世界経済というものが変わってくると、まあ、そういったものが3度より上がっていくとどんどん確率としては高まってくると、まあ、そういった意味でその6度とか5度とか6度になると極めて危険と、真っ赤な部分が非常にさまざまなものに対して幅広く見られるようになるというふうになっております。ただまあ、確かにその6度から、まあ5度とか6度とか言っても避けなきゃいけないよねという話ではあるんですけれども、その一方でじゃあその1度といったものが守りうるかどうかという話もありまして、これは非常に難しい目標になります。1度というものは、まあ現在その 0.6 度 0.7 度産業革命以前より進んでおりますけれども、その地球といったものは、まあ、地球に限らないんですけれども、この一応地上にあるものは基本的にその慣性というものがございまして、まあ、イナーシャといってもイナシャというのが英語の名前なんですけれども、これどういう仕組みかといいますと、まあ、例えば、まあ、今皆さんちょっと車に乗っているところを想像していただいて、車はまあ運転していると、で、まあ、100キロで走っていると、まあ、高速道路を走っていると、まっすぐな道を走っているとしたときに、今すぐにエンジンを切ったら車がどうなりますかというところをちょっと想像していただけると分かるかと思います。エンジンを切ってすぐにその場に車は残念ながら止まらないと、ブレーキをかけなければの話ですけれども、その場には止まらずに、まあ、ゆるゆるっと、まあ、徐々に止まっていくと。でそこの部分がまさに慣性と呼ばれる部分で、この地球の温暖化あるいは気候の条件、その他のものについても全く同じことが起こっております。すなわちその今我々が全く温室効果ガスを出さないと、今日この瞬間から出さないとと言っても、温暖化はしばらくの間は続いていきます。従いましてその温室効果ガスを削減するという話と温暖化が止まるという話にはかなり時間のギャップがあります。でその意味でその1度というものは現在その 0.6 度 0.7 度ぐらいまで来てございますので、なかなかその1度というものは守りづらいなと。でまあいろいろその、まあ、科学的な中でも果たして何度といったものを目指すべきなのか、その温暖化による影響という話と、あとは実際に可能な範囲、まあ、できるようなこと、できることですね、できる削減量っていうのは一体どうなのかという話と、さまざまに、今までも何年にもわたって議論をしてきているわけなんですけれども、その中では一つもじゃあ2度でいこうかと、2度といったものを守るためにじゃあ我々どういうふうに CO2 排出量を削減をしていくべきか、あるいはまあそれによって出てくる温暖化の悪影響といったものに適応策を取っていくべきかといったものが、まあ一応現状のおよそ幅広に使われております議論の出発点となっております。でこれどういうふうに減らしていくかという話なんですけれども、まあ、これちょっと少し大雑把すぎる絵ではございますけれども、まあ、弊社の西岡がよく作ってよく使っている図なんですけれども、人為的排出量というのは、まあ、上から出てくる水が
水のようなものだと、上から蛇口からずっと出てくる水のようなもの で自然から自然の吸収量というのはそのお風呂の底から抜けていく、ま、あの水の量だと。でそうしますとですね、これほっとくと当たり前なんですけれども、ここから全く水が入ってこない状態では、まあ、ある程度その自然の濃度といったものはその風呂のこの蛇口のついているあたりで一定になるわけです。あ、蛇口ではないです、あの出口のついているあたりで一定になるわけです。で今どういうことが起きているかというと、この人為的排水路、上から入ってくる水の量といったものがこの出てくる量よりもはるかに多いので、お風呂の中にどん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 水が溜まっている状態だと。でこれがまあ危険なレベル2度といったもの、まあ、これを守るためには425から500ppm と言われておりますけれども、そこにどん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 今近づいていると。ということはこれを止めるためにはどうすればいいかというと、ここをとにかく、このちょっとこれなかなかつかないですねこの蛇口の部分ですね、これをいかに締めていくかというところが一つの問題になるわけです。で、まあ、究極的にはこの我々の出している排出量と出ていく量が全くイコールになれば、もう水の傘は変わらなくなるので、それ以上温暖化といったものは進まなくなると。ただまあそれ自身があの温暖化による影響といったものは当然残ってますので、それをさらに回避しようと、まあ、以前の状態、自然の濃度といったところに戻すためにはもっとこれを絞っていかなきゃいけない。すなわちこの自然の吸収量よりも我々の出している量といったものを減らさないと温暖化といったものに戻っていかないということになります。でその2度といったものをじゃあ どのくらいまで下げればいいのかというところなんですけれども、先ほどの図でも一応その半減と、非常にまあ大雑把に言うと半分にするといったところが見えたところでございますけれども、まあ、シミュレーションモデルを使って計算しますと、こちらが気温上昇ですね、こちらの縦軸が気温上昇で、温室効果ガスの濃度がまあいくつかプロットされておりますけれども、2度を守るためには1つは 475ppm といったところを守らなきゃいけないというような条件の下で計算しますと、世界全体の CO2 排出量といったものはあの半減しなきゃいけないと。まあ半減というのもちょっとどこを基準かという話もあるんですけれども、一応その半減度 50% 削減といったものが出てきております。これはあの弊社の非常からが検討した結果なんですけれども、こういった話からまず世界全体半減といったものが導き出されてくるわけです。まずここまでが そもそもどこまで減らさなきゃいけないのかという話になります。でただここで問題になるのは、この気温あるいは気候という話はまあ地球全体の話だと。ということはその中には、まあ、もちろんその日本も入っていますし、アメリカも入っていますが、中国とかアフリカ、そういった発展途上国も入っているわけです。でここで問題になるのは、半減、世界全体で半減しましょうといったときに、じゃあ日本も半減でいいかなと、あるいはアメリカも半減でいいかなと、だからまあ中国も半減しなさいというような話が果たして成り立つかどうかというところが非常に難しいところになります。これはまあもちろんその国際交渉の面でもございますけれども、一つはあのこれまでずっと排出してきて我々経済成長してきたわけでございますので、まあ、この後にちょっとあの CO2 排出量の変化をお示ししますけれども、これまで散々出してきて 今の現状の温暖化を引き起こしているのに果たして半減で済むのかと。先進国といったものは、まあ、半減だからといってじゃあ皆さんもう喜んで半減でというようなことになっていいのかというところは一つ大きな議論になっておりまして、一応そのまあ先進国ということで、まあ一つの代表で日本でございますけれども、まああのいろいろその負担分担の割合をさまざまにシミュレーションしますと、60から 80% ぐらいの削減といったものは本当は必要なんじゃないのということが出てきています。で欧州なんかはまあすでにこれあのそれぞれがもう各国が独自に主張している部分でして、まあ英国は 60%、 ドイツが 80%、 フランス 75% というようなところがまで削減しますよというような話をしておりますので、まあ、先進国といったものは基本的にその世界半減の中でもそれ以上に削減しなきゃいけないという、まあ、ある種の責任といったものがあるということになっているというところが、まあここまでの話になります。で、まあ、今までの話というのはどこまで減らすのかと、この下の部分の話を中心にさせていただいたんですけれども、これから少しのどこから減らしていくのか、まあ、日本特にちょっと日本に着目しまして、日本の CO2 排出量とかエネルギーの現状というのは果たしてどうなっているのかということをちょっとご紹介していきたいと思います。こちらがまあ一次エネルギー消費量の推移ということで、1954年からずっと2008年まで、プロットしたものでございます。まあ、2008年のこのエネルギー消費量がパキッと折れているのはあのご承知の通りリーマンショックがあったということでも、まあ世界全体にエネルギー消費量というのは下がっているんですけれども、日本についてもかなり大きくエネルギー消費量が下がるぐらいまでクリアに出ているという、まあそういった影響があるわけです。
で、まあ、ちょっと昔をこうずっと見ていただきますと、まあ、1954年というのは本当100よりちょっと下ぐらいの数字なのが、この大体50年とか50年60年ぐらいで、まあ、およそ6倍ぐらいまで増えているというのが、まあ、全体のトレンドになります。でどこで増えているのかといいますと、このあたりですね、まあ、高度成長期のあたりで非常に大幅な伸びがあると。これまさにその経済について、まあ、経済をさまざまに発展させていくという中で石油に非常に多く依存してきたと。で石油をどんどん投入して経済も成長してといったようなフェーズがあって、このあたりの非常に大きな伸びが出ていると、まあ、この真っ赤なものが石油なんですけれども、石油の量がもうぐっと増えているところが分かるかと思います。で途中でいきなり頭打ちになると。でこれなんで頭打ちになっているかといいますと、まあ、1973年と79年ということで、まあ、年を聞いて、まあ、パッと思い浮かぶ方もおられると思いますけれども、石油危機が起きたと。で石油危機が起きまして、石油が手に入らないというふうになりますと、まあ、当然ですけれども石油は使わない。じゃあ何にしようかなというところで、まあ、石油を使わないで省エネルギーに進んだわけです。まあ、石油を今使っている以上のエネルギーを使わない、その代わり今やっていることのに使うエネルギーというのもどんどん減らしていこうと、まあ、省エネルギーですね。まさにその省エネルギーが進んだということで、ここの部分が横にパキッと折れているということになります。でこの頃からですね、さらにその、まあ、石油だけに依存していると、そういったそのオペックであったり中東であったり、そういったその海外の情勢の影響というのを非常に強く受けるから、他のエネルギー源も使っていこうじゃないかというようなところが始まりまして、まあ、ちょっと水力というのは昔から使っているんですけれども、まあ、原子力といったものは大体そのあたりから入り込んできていると、まあ、あと天然ガスもそうなんですけれども、このあたりからより幅広に使われるようになってきたということが、このあたりの石油危機の影響となります。でその後しばらく横になってたんですけれども、まあ、大体1985年、まあ、5、6年ぐらいからですか、また再び伸び始めまして、まあ、バブル景気が終わった後も少しこれ実は伸びてるんですけれども、大体、まあ、1998年とか、まあ、2000年ぐらいからまたちょっと横ばいになっているというのが、まあ、全体のトレンドになります。で原子力っていうのは、まあ、現在いろいろ、まあ、議論にはなっておりますけれども、まあ、このぐらいの割合を一応全体ですね、発電部門というのとエネルギー全体だとまたちょっと話が違うんですけれども、まあ、エネルギー全体という話からいきますと、このぐらいの割合を占めているというのが現状となっております。で少しその、まあ、エネルギーの流れ、2004年ということで、もう6年7年前ですか、7年前のデータをなんで未だに持ち出してきてるんだという話もあるんですけれども、これちょっと実は全部手作業で書いてまして、毎回作るのがめんどくさいんで、ちょっとなかなか更新する気になれず、いまだに2004年というだけの話なんですが、まあ、こちらからちょっとすみません、英語で申し訳ないんですけれども、上から石炭、石油、それから天然ガス、まあ、バイオマス、その他、まあ、再生可能エネルギーも含めてここになります。それから水力、それから原子力といったものが上から並んでおります。でこちらの方が実際そのエネルギーをどこで使っているかという部分でございまして、上から産業部門、これちょっとノンフュエルっていうのは素材生産とか製品を作るのに使っている部分もあるので、ちょっとまあこういったようなものありますけれども、こちら、業務部門、それから家庭部門、まあ、ここ合わせて民生部門と呼ぶこともございますけれども、まあ、その2つ、それから運輸部門と、あとはまあエレクトリシティセクターというのは発電部門になりますけれども、まあ、こういったようなところにそれぞれのエネルギーが流れていると。でまあ、見ていただきますと、まあ、本当産業とか運輸部門というのはかなり多くの石油エネルギーで支えられているというところが分かるかと思います。で家庭部門とか業務部門というのはその反対に、かなりの部分が電力で賄われている、まあ、これ半分、それぞれ半分以上なんですけれども、非常にその、電気に依存する割合が非常に大きい部門であるというところが分かるかと思います。でさらにですね、こちらに出ているのはユースフルエナジーと、まあ、有効エネルギーとか利用されたエネルギーというようなものなんですけれども、まあ、例えばストーブ、普通の石油ストーブちょっと思い浮かべていただけると分かるんですけれども、まあ、火をつけると、でそうするとですね、実際に温めてくれる部分以外のロスというものもあるわけです。実際その部屋を温めすぎている部分というのは本当はいらなかったエネルギーだと、全然それ有効活用してないよねと。あるいはコンロなんかもそうなんですけれども、最近は内燃式コンロといって、こう何て言うんですかね、富士山みたいなこうひっくり返った形の炎になっているやつは非常にいいんですけれども、こういういわゆる通常のやつですと鍋からはみ出てるわけですね。で鍋からはみ出てる部分っていうのは鍋を温めてないんですね。でそういったものが無駄だと、まあ、無駄というかちゃんと有効に使われてないということで、まあ、そういったようなものを勘定していきますと、このロストエナジーというのはあまりちゃんと有効に使われてなかったエネルギーということで、まあ、カウントできると。
で、こう全体的に見ていただきますと、まあ、日本全体では 58%、まあ、6割ぐらいのエネルギーといったものは実は、まあ、ちゃんとあの仕事をしないでただ燃やされたとか、ただ使われたとか、ただ発電して終わったっていうような形になっていると。で、電力についてはそれよりももう少し高くて、まあ、62% のエネルギーといったものが実は損失になっているということが、まあ、非常にその日本全体のエネルギーの流れから見えてくる特徴になります。で、なんで電力がまあ 62% 高いのかというと、まあ、あれ非常にその物が大きいですので、例えばその、ボイラー発電、まあ、ガスの普通の火力発電で、まあ、普通にただガス燃やしてタービン回す、あのお湯沸かしてタービン回すっていう発電なんですけれども、それをやった時にですね、当然熱は余るわけです。タービンを回さなかった分の熱エネルギーというのはあるんですけれども、それをじゃあ二次的に利用できる場所がないんですね。発電所って結構その海っぺりにあって、その周りに何もないことが多いんですね。ですので熱が余ってもそれを融通する手段がないと、使ってほしいんだけど誰も使ってくれないからっていうんでしょうがないんで捨てていくというようなことで、この量としてはちょっと大きめになっているというところがま あるかと思います。で、ここまでがエネルギーの話でございまして、次にまあちょっと CO2、まあ、特にその脱温暖化社会ということで CO2 が特に重要になってくるわけなんですけれども、日本全体の話で言いますと 95% が CO2、 温室効果ガスの 95% が CO2 ということで、まあ、我々特に CO2 にフォーカスをしているわけですので、あの別にその他の、まあ、6ガスと呼ばれておりますけれども、N2O であったりとか NOX であったり SOX であったりといったものがあの対象にしていないわけではないんですけれども、ちょっと話としてやはり日本では 95% が CO2 ということで、まあ、特に CO2 に着目した話をするのがよかろうということでちょっとお示ししているものでございます。で、 CO2 排出量の推移、まあ、先ほどのエネルギーのやつにも書いておけばよかったんですけども、いくつかその、イベントがあって伸びたり止まったりというようなことがずっと繰り返されてきていると。で、ちょっとすみません、先ほどの図と違ってこちらあと2年ほど経つと2007年とか8年になるんですけれども、ちょっとすみません、そこのデータを取り忘れてしまったので、そのリーマンショックの折れっていうのはちょっと出てないんですけども、 CO2 についてもエネルギーと同様に折れております。で、まあ、発電と運輸と民生産業といったところで、まあ、こういったような構成でそれぞれ CO2 というのが伸びてきているというところで、まあ、あのエネルギーと全く同じ状態で遺産景気とか高度成長期には伸びていって、石油危機で止まってバブル景気でまた伸び始めて、で失われた10年の間も、まあ、ちょっと伸びてるんですけども速度としては落ちてきていて、で、まあ、イザナミ景気というのが、まあ、その一番新しい景気なんですけれども、まあ、そこでリーマンショックまでの好景気だったんですけれども、そこでもうちょっと伸び始めるかなというところにリーマンショックが入ってきたというところが、まあ、現状としてございます。で、まあ、先ほどちょっと前にお話しさせていただきました60から80を削減するという話、まあ、どの程度のものなのかなというところでちょっとここにこそっと書かせていただいてますけれども、1990年の60から 80% というのはだいたいこのあたりのレンジになります。で、これまあちょっと横になっていただきますと、まあ大体東京オリンピックから札幌オリンピックの間ぐらい、まあ、1960年代ぐらいが CO2 としては相当すると。ただ一つ問題はその今人口構成も全く変わっていると。この頃は現在よりも高齢化は進んでないわけですし、あと産業構造そのものも違うということで、必ずしもじゃあその1960年代に我々の生活を戻せばいいかというとそういう話でもないということで、なかなかその頭が痛いと、単純な答えがないというところで我々がいろいろ検討してきたというような側面もございます。で、これはまあちょっとおまけといえばおまけなんですけれども、今までお示ししてきたものは全部日本全体の話でございます。ただ、まあ、皆さんご承知の通り CO2 排出量とか、まあ、エネルギーもそうなんですけれども、北海道と沖縄で違うじゃないかと、まあ、暮らし向きも当然違いますので、北海道、本州、沖縄、まあ、四国、九州等々で全部違うじゃないかと、全くそのご指摘はその通りのものでございまして、まあ、CO2 排出量でまあお示しすると、まあ、産業、運輸、それから民生という形でお示し、まあ、ちょっと量ではお示しできないんですけれども、この三角グラフの見方がですね、この100というのに近ければ、ここの頂点に近ければ近いほど運輸部門の割合が高いということを示しております。で、ここの、頂点に近ければ近いほど、民生部門の割合が高いと。民生というのは先ほどご紹介しましたけれども家庭と業務を足したものになります。で、ここに近ければ近いほど産業が高いということで、まあ、全国47ほぼ47都道府県なんですけども、それをプロットしてみますと、まあ、岡山とか山口の非常に重工業が、
中心の県から、まあ、沖縄とか奈良、東京、まあ、おそらくあの観光が中心の県なのかなと思うんですけれども、民生部門が高い県まで非常にその幅広いということで、まあ、単純にその日本で一つ単純にこれをやれば CO2 が下がるということは日本についても実は言えないというようなところは、まあ、この辺から見て取れるかと思います。まあ、かといってそのなかなかあの日本全体を各県別に見ていくというのもなかなか難しいので、まあ今のところちょっと我々は日本全体でというところでやってきてはいるんですけれども、あの少なくともこういったような特徴があるというところはお示しできるかと思います。ということで、その低炭社会あのそもそも必要なのかどうかという話になりますと、まあ一応必要ではあると。でその中でその日本というのはどういうふうになっているのかと、まあ、少しそのこれまで のおさらいということにはなりますけれども、エネルギーがどういうふうになっていて CO2 がどうなっていて、まあ、伸びているとそれぞれ伸びていてというような話がありますけれども、まあ、そういうふうな傾向の中でじゃあどこまで減らしていくのかというと、一応こちらの図では 80% というふうになっておりますけれども、だいたいこの70から80の間で、あ、60から80ですねの間までいかにして下げていくかと、まあ、ここからここまでぐっと落ちていくわけですので、さてこれをどうしたものかなというようなところをまあ考える必要はあろうというところが、まあこれまでの話のまあ簡単なまとめになります。で次にその脱温暖化社会に向けた日本の取り組み、世界の取り組みということで、まあ今までどんなことがされてきたのかとか、あるいはまあこれからどういうことを考えているのかというところについて少しご紹介していきたいと思います。これ簡単な振り返りなんですけれども、まあ、あの京都議定書というのはもちろんこれよりも前にありまして、その中で一つあの日本で CO2 排出量を削減しなきゃねというような盛り上がりがあったわけなんですけれども、まあ、その後ちょっと、まあ、環境省とか、まあ、当時は環境庁でございますけれども、環境庁としてはさまざまな政策を、まあ、継続的にはやってきたんですけれども、ちょっと社会的な盛り上がりはあまりなかったかなと。で今いろいろそのエコであったりとか、まあ、様々なその低炭社会脱温暖化という一つの盛り上がりを築いたきっかけというものはこの、当時の安倍総理ですね、これ安倍総理の出したクーラース50というのが一つの、きっかけなのかなというふうに考えております。で、まあ、これっていうのは、まあ、クーラース50っていうのは日本は実はどのくらい削減するって一言も言ってない、あの結構珍しいやつなんですけれども、まあ、あのアメリカとか中国とかいろんなところがこんだけ出してるから2050年に半減をしようじゃないかっていうところを、皆さんで共有しようと、世界全体で共有しようじゃないかというようなところが一つの提案になっているわけでございます。でこれはあの一応北海道の洞爺湖サミットで出したものでございまして、まあ、閣議決定事項ということでその5月の24日に決まったやつなんですけれども、これのその元々のネタというわけではないんですけれども、この裏にあったのが、まあ、あの洞爺湖サミットがあったというのも一つそうなんですけれども、その後にこの当時はですね2009年ぐらいにその次期枠組みが合意されるんじゃないかというような話がございましたので、次期枠組みというのはあの、まあ、今京都議定書が動いているわけなんですけれども、その京都議定書が終わった後2013年以降、一体その世界はどういうふうな枠組み、どういうふうな仕組みで CO2 排出量削減に取り組んでいくのか、温室効果ガス削減に取り組んでいくのかという、まあ、世界的な取り決めですね、そういったものがきっと決まるんじゃないかということで、先ほど その、安倍首相のクーラーズ50というのが出てきたということになります。まあ、ここが一つの洞爺湖サミットで、あとまあイタリアではこの時は結局そのラクイラでやったわけですけれども、ラクイラサミットがあって、で本当はコペンハーゲンで決まるんじゃないのというところだったのが全く決まらずに未だにちょっと揉めているというようなのが現状となっておりまして、この次期枠組みが果たしてその次は南アフリカのダーバンというところで、まあダーバンというとあの 南アフリカのワールドカップで日本戦があったところなんですけれども、まあそこで今度はあの気候変動の国際交渉に関するある種のワールドカップが開かれるというところになるんですけれども、ちょっとあの弊社の、その国際交渉関連の研究をしている研究者の言によるとですけれども、ちょっと今度の南アフリカのダーバンでも決まらないんじゃないかなと、まあ、合意はされないんじゃないかなというような話をちょっと感触としては持っているようです。で、まあ、この話っていうのは非常にその各国の利害がもうダイレクトに対立してまして、まあ、今のところただあの EU でしたか、ここ数日前の新聞あるいはニュース報道、新聞報道等で見られた方もおられるかと思いますけれども、まあ、EU が、まあ、京都議定書の拡大ということで、まあ、ほぼその京都議定書でやってきた、まあ何年から何年の間の CO2 排出量、温室効果ガス排出量を基準年の何パーセントまでにしましょうと、それを守らせる国、まあ、アネックス1というのがそういった国なんですけども、そういった国
と、あとはまあボランタリーに協力する、まあ、自発的に協力してくれる国と、まあ、別にその排出量の削減目標を課さない国というのを分けて、まあ、やりましょうやと、まあ、今の大体今の京都議定書のよりももうちょっと多分削減目標としては厳しくはなると思いますけれども、ただ全体的なトレンドとして、あの構造としては同じようなものをそのまま使おうじゃないかというようなことが、言われているようですので、まあ、落ち着きどころはその辺なのかなというようなところはちょっと考えてはいますけれども、ただまあ国際交渉あるいはこういう場というのはどういうふうになるか分かりませんので、実際にその南アフリカのダーバンのコップというのが11月末から12月にあるんですけれども、まあ、そこでどういうふうになるかといったものはまた引き続き見ていきたいなというふうに考えております。で、この、でちょっとまたあの日本の話に戻っちゃうんですけれども、これ、中期目標検討委員会というものが2008年にありました。これ麻生首相の時にやったものです、まあ、ちょっとあのいきなり間の福田首相が飛んでるのはあの別にタイがあったわけではなくて、一応そのクールアース50があって、で、まあそのまあ、福田首相もそれを引き継いで同じようにクールアース50を売っていって世界に売っていって、で、まあ、日本の削減目標という話が麻生首相のところに出たというところで、まあ、あの単にその麻生首相の下でこういったことを検討したというだけの話なんですけれども、6つの選択肢というのが当時あの盛んに新聞報道されていたというのはあの覚えておられる方も多いかと思います。で、上からその長期目標努力継続係数、まあ、1990年比でプラス 4% から、1990年比の 25% ケースまで、まあ、6つの選択肢を作って、じゃあ結局どれにしましょうという話が出て、で最終的にはこの真ん中の長期需給見通し最大導入係数の2005年比マイナス 14% から 1% さらに上増しした2005年比マイナス 15% というものが、この時の日本の2020年の CO2 排出量の削減目標として設定されたということになります。で、この後にですね、あのご承知の通り政権交代がございまして、で政権交代で何が起こったかというと、もういきなりあの CO2 削減目標がガラッと変わりました。この旧政権というものがあの麻生政権、先ほどお示しした6つの選択肢から出てきた CO2 削減目標になります。で新、この新政権というのが、まあ、あの畑山首相が、すいませんちょっと前で申し訳ないんですけれども元ですね、まあ、細かい話なんですけどあの元首相なんですけれども、出したもので、目標年は変わらないと。で基準年が先ほどはあの2005年比で 15%、 ただ今回は1990年比で、25% ということで、まあ、そもそもの目標自体もかなり強力になっているというようなところが特徴になっています。で旧線形でいうとこの、まあ、1990年比で言いますと 8% だったんですね。1990年比 8%、まあ、京都議定書の削減目標というのは1990年比で 6% ですので、まあ、これ 2% 積み増ししたような話なんですけれども、それのさらにそこからいきなり 25% ということで、非常にその大きな CO2 排出量削減を約束したということになります。ただここあの非常にいまだに曖昧なんですけれども、いまだにその、まあ、畑山さんが首相を辞めてから、菅さんになって今は野田さんということで、まあ、あの首相が2人も変わってるんですけれども、それにもかかわらずいまだにここの部分については非常に曖昧です。で何が曖昧かと言いますと、旧政権とかあとは京都議定書の削減目標の際には何で何パーセントを減らす、すなわちその日本国内で使用排出量をどこまで下げるという話はちゃんとしてたわけです。この時には、まあ、真水というのがその国内削減量で、まあ、我々日本としてどこまで CO2 排出量を下げますかというのも旧政権の時には 8% とか 15%、まあ、あの基準年比によってちょっと変わるにしても、まあ、この量を下げますよと。で京都議定書の時にはこれで 0.6% 下げますよということを宣言してたわけです。ところがあの現在の2020年の目標というものは全部で 25% のはずって書いてるのは、あの実はちゃんとこれもまたあの文書があるわけではなくて、非常に極端な言い方をしますと、畑山さんがあのその、国連の場で、まあ、気候変動のハイレベル会合という場で 25% 我々削減しますと、まあ、もちろんその前提条件として中国とかインドとか、まあ、そういった大排出国の参加が前提だけれどもという、まあ、ただし書きの条件はついていたにしても 25% を削減しますと言ったときにですね、森林吸収とか海外クレジット、まあ、海外クレジットっていうのはあのある種排出権取引に近いというか、まあほぼイコールだと思っていただければいいんですけれども、そういったようなものを使ってでも一応カウントはできるので、まあ、こういったものできっと 25% 削減するんじゃないかなと
みんなが思っていると、多分鳩山さん以外はそういうふうに推測したというのがこののはずの部分です。ですので本人は実はここと見てたかもしれませんし、こことここかもしれないしというのはちょっと実はよくわからないまま未だに来ているというようなところでございます。ただいずれにしても一応その2020年の現在の我々、日本が持っている削減目標としては 25% と、1990年比で 25% というのが一つの国際的な公約の一つとなっております。でその後にそのポスト鳩山ということで、どんなことがあったかなと、この9月の部分がその先ほどの鳩山元首相の2020年マイナス 25% 削減目標発表ということになりますけれども、その後にその、COP があって何も決まらず、その割にその、お隣の韓国では非常にそのグリーン成長と、グリーンということに非常にその、次の経済成長のネタを見つけに行ってまして、なんだったかな、グリーンなんとかイノベーション研究所とかな、ちょっとすみません、ちゃんとした名前を忘れちゃったんですけれども、そういったようなものを、もうすでに、国が作って、そこでそのグリーン成長、もちろん CO2 排出をしながらなおかつ経済成長するというのがグリーン成長というものなんですけれども、そういったことにするためにはどうすればいいのかというのをもう産官学含めて、お隣の韓国では、この頃から考え始めていると、2009年ぐらいから考えて始めているということになります。その後に欧州の方ではさまざまな再生可能エネルギー協議会とか、あとはドイツがこのエナジーツエールとかいう、エネルギーの目標で2050年目標とか、EU としてエネルギー2020年こうしましょうとかいうような話が、ずっとこういろいろと出てきているわけなんですけれども、日本に行きますと、この25%削減目標発表以降からそれほどその大きな国としての取り組み、あるいは国としての目標といったものは変わらず、今現状まで来ているということになります。でこの頃に、このすぐ後ぐらいから中長期ロードマップ検討会といったものが環境省の仕組みの下で始まりまして、私も一応そのこの下にあるワーキンググループの委員だったり、あるいは弊社の関係者もかなりその検討会そのものにも関わってずっとやってきたんですけれども、長期的に CO2 排出量を下げるためにはどういうふうにすればいいのかというようなところを検討してきたと。でこれ現在今度は2013年以降ということで、話としては実はこれまだずっと続いているんですけれども、その日本全体の社会をどういうふうに変えていけばいいのかと、どういった政策を打っていけばいいのかといったところの議論がこうずっと続いているというのが現状でございます。ですので、この特に削減目標という話からいきますと、2020年の 25% 削減というところから、あまり大きくは変わってないのかなというようなところが現状になっております。で、ご承知の通り、3月11日に東日本大震災がございまして、弊社もいろいろとちょっと施設が壊れたりとかして被害は受けてるんですけれども、それよりも非常にその大きな問題になっているのが、一つ原子力をどうしていこうかなという話は大きく問題になっております。これ現在その解決策というか答えといったものはまだ合意されておりませんので、ただ現状こうなっているという程度のご紹介ではございますけれども、この赤い部分が、東日本大震災によって止まった、原発になります。この今も特に問題になっているのはこの福島第一というところの1号機から4号機が、ここの4つについて非常にも毎日のように報道がされて、東電さんもいろいろ言われてはおりますけれども、頑張って、冷温停止に確かなったんでしたっけね。ということで、かなり徐々に状況としては改善はしつつあるというところなんですけど、こういったようなことがなっていると。でこの紫色の部分がですね、定期点検で当時止まっていたものになります。ですので実際その、これちょっと8月5日に作ったので、その後に何機か止まってるんですけれども、現状としてこの青い部分、水色のやつだけが今動いているということで、大雑把に言いますと大体3割から4割ぐらいの原子力しか今動いていない状態になります。で報道で盛んにその来年になると、このままいくと来年原子力発電所が全部止まってしまいますよというような話が出ているわけなんですけれども、その理由としましては、その裏の話になりますけれども、原子力発電所というものは13ヶ月に一遍定期点検をしなきゃいけないとされています。で13ヶ月ということは1年ちょっとで、なおかつ今その定期点検の期間も長くなっていると、以前は 3,4 ヶ月で済んだものが、これ今いろいろストレステストやら何やらかんやらで、ちょっといろいろそのハードルが上がってきているということで、もっともっと長くなると余計に戻れなくなってくると、現在その定期点検に入っているものも戻れないんじゃないかと、この青紫色の部分で、ということで、なかなか非常にその
難しい状態になっているのは確かではあるということになりますけれども、ただ将来この原子力、今さまざまにその、まあ、もちろん政府もそうなんですけれども、まあ、市民の側からもさまざまな提言がなされてますので、まあ、おいおいとその日本が果たしてその原子力にどういうふうに向かっていくかという方向性は出てくるのではないかなというふうには考えております。でまたちょっとあの原子力の話からまた CO2 の話にまたちょっと戻っちゃうんですけれども、地方自治体、まあ、ちょっとあの細かい話、少し地方自治体ということでちょっとレベルというか地理的な範囲が狭くなった範囲あの話になりますけれども、世界全体を見てもあるいは、まあ、日本国内に限ったとしてもですね、地方自治体というのはかなりあの積極的にやっているところはもう非常に積極的にやっているということで、結構その温度差といったものはもう国がやらないんだったらうちら勝手にやっちゃうよっていうようなところもあって、非常にその国の考えている CO2 排出量削減に対する温度と、地方自治体の考えている温度というのはちょっとまだ違うかなというような状況ではございます。でこちらがまああの、まあ、ずっと、こちら2050年で、まあ、それぞれの目標値というのは単にその何年にどこまで減らしますよというのをバーッと書いているんですけれども、まあ、横浜とかは2050年で、6割ですね、これちょっとあの 0.4 って書いているのが6割ということなんですけれども、6割削減と。であとは豊中市とか、まあ、そういったところがかなり言っている。あとカリフォルニア州も あそこは非常にその環境に対して非常に先進的な州の一つでございますので、まあ、州というかまさに世界全体から見ても非常に環境に対して先進的に取り組んでいる場所の一つでございますので、まあ、そこはまあ8割と。で、まあ、ストックホルムは9割で、ジュネーブはまあ全部減らしますよと、というかゼロにしますよと、まあ、物理的にゼロにするっていうのは多分難しいと思いますので、おそらくそのバイオマスを使うとかそういったような形で、エネルギーは使うけれども CO2 が出ないというような形のものにするんだとは思いますけれども、こういった形になっていると。で2010年30、まあ、ちょっと10年というのはもう過ぎちゃったんですけど、まあ、30年という話でいきますと、まあ、東京都なんかが25% ということで、まあ、カーボンマイナス20とか25とかな、まあ、言ってますけれども、まあ、そういったものを出してますし、千代田区も同じように出してたりしてて、まあ、その意味でも非常に、日本の中ですら都道府県あるいはまあ市町村そういったレベルの人たちは取り組んでいるところは取り組んでいるというのがまあ現状になっております。でこれが日本の環境モデル都市プロジェクトということで、まあ、内閣官房の、なんちゃらかんちゃらって書いてあるんですけど、まあ、2008年の時に、まあ、環境モデル都市っていうのを作りますよということで、まあ、皆さんプランを出してくださいと。でその中でプランでなかなか良さそうなのは採用して、まあ、多分お金が確かついてたはずなんですけれども、まあ、みんなで一応そのモデル都市ということで先進的な地区というのをまあ政府がお墨付きを与えますよというようなところで募集した時の、それぞれのプランの目標値がこの一覧になったものになります。で目標年度もあの時は全くあの自由でしたので、まあ、あるものは2050年も置いていますし、あるものはまあ2020年とか、まあ、そういったようなかなり幅にはあるというところになっておりますけれども、まあこの丸のついているところ土浦とか筑波なんかも出したということなんですけど、まあ、土浦と筑波に関しては残念ながら採択されずにですね、いまだになんかごちゃごちゃとやっているという状況ではありますけれども、少なくともその、まあ、先ほど申し上げました通り国の温度、国の動向とはまた別途で地方自治体というものはそれはそれで独自に今動きはしているというのが現状でございます。でまたちょっと世界に戻っちゃって申し訳ないんですけれども、世界の動きということで EU、まあ、英国、ドイツ、フランスはそれぞれこんなような感じで、あるいはアメリカ、豪州、中国といったものもそれぞれその、まあ、中国も実はまあ、これちょっとエネルギー減単位という形なんですけども CO2 排出量削減に取り組まないと言ってるわけではなくて、彼らは彼らでやれることはかなりやってるというのが実情だと中国の人は言っています。私が言ってるわけではなくて一応中国の人はそう言ってるというところなんですけれども、まあ、できることはもうやると、まあ、中国の国というのはご承知の通り、まあ、上が決めると下は、まあ、それを守るように頑張るという、まあ、かなりその強い制約になりますので、上の決めたことっていうのは非常にその下に対しては強い制約になるということで、エネルギー減退を 20% 改善しましょうというような話にしたときには何が何でも 20% 改善させると。でなんかちょっと話によるとですけれども、この 20% 毎年、これ毎年 20% あ、これ全体で 20% なんですけども、それ足りないところはもうエネルギーを使わせないと、まあ、端的に言うと停電を強制的に起こしているというところもあるようで、それで一応
実際 そこで1年間住んでるけどエネルギーっていうのは前年に比べて何パーセント下がりましたというようなことをやってるようなところもあるらしいということは聞いてますけれども、まあ、本当かどうかはちょっとあれですけれども、まあ、中国もそういった意味で取り組んではいるというところにはなっております。で、まあ、東京ともこの辺書いてますけど、まあ、カーボンマイナス東京10年プロジェクトとか、まあ、今もうちょっと強化されてありましてますけれども、そういった形で進んでいると。で実態ベースの話にちょっと移るんですけれども、これはちょっと非常にその住宅性の評価結果次第でお得になるって書いてるんですけれども、これデンマークですね、確かデンマークのところのはずなんですが、まあ、住宅 その省エネ性能を評価して、まあ、公開することを義務付ける制度というのがすでにできています。で、そうですね、デンマークですね。で それにでその評価基準というのはいろいろあるわけなんですけれども、その格付けによってですね、一定の基準を満たさないと売買が認可されないとか、あるいはまあ非常にその省エネとして高い建物、例えばこれ非常にそのなんか省エネ性能が高い建物を新しく建てましたというと、それは税制優遇の対象になるとか、そういった形 そのインセンティブを与えるというような仕組みをすでにデンマークの中では設定されております。であとは CDP カーボンディスクロージャープロジェクトといったものがあるんですけれども、そこもその環境に対していいことをやっている企業といったものの情報を集めまして、今そのスタンダードプアーズとかいろいろ格付け会社、まあ、この間のギリシャの話とかでもいろいろその格付けがどうこうという、国際の格付けがどうたらこうたらというのでいろいろ耳にされたことはあると思いますけれども、そういった観点 その格付けにさらにその環境といった側面を入れまして、各企業の格付けをしようじゃないかというような試みがすでにされております。まあ、これちょっと2008年には主要企業3000社ということなんですけれども、まあ、現在はもっと増えております。でまあ、57兆ドルという運用資産が57兆ドルと書いてございますけれども、これもさらに今現状増えているというような状況になっておりますけれども、そういったような形でその、ファイナンスという部分での、気候変動対策といったものへのサポートといったものも、まあ、仕組みとしてはもう出来上がりつつあると。でさらに、まあ、これはインドの例なんですけれども、アーメダバードというところがございまして、インドがこうなんていうんですかね、こうひっくり返った三角形になっている一番ヨーロッパ側のところです。こうなっているところの、まあ、一番ヨーロッパ側の頂点のあたりにある町なんですけれども、まあ、筑波と同様の学術都市を中心にして発展してきた町でして、まあ、筑波の場合には弊社を含めた各研究機関とあとは筑波大学さんが中心になってきているんですけれども、このアーメダバードというところはインド経営大学院とかインド工科大学とか、まあ、そういったようないわゆるインドの中でのトップレベルの大学と、まあ、もちろんその他さまざまな非常に優秀な大学が集まっているそうなんですけれども、まあ、大学を中心にして発展した町だと。でこれはまあそのアーメダバードから来たインド人によると、まあ、他の町と変わらず、まあ、非常にそのインドといえばこんな町っていう多分想像される通りの町なんだそうなんですけれども、まあ、それをもうちょっとその交通流をきちんときれいにしようじゃないかというところで、バスレーンを引いてでそこをバスだけが通すようにしてといったようなその、検討というか設計をやって、まあ、今やろうかなというようなところにあるようです。ということでその、まあ、インドについても、まあ、国地方自治体レベルですけれども、まあ、そういったような取り組みが進んでいると。でこれはもう再生可能エネルギー再生可能エネルギーで島おこしって書いてございますけれども、まあ、これ非常にその再生可能エネルギーに関しては非常に有名な場所の一つでサムソ島というところがございます。これはまあ 100% 自然エネルギーで賄われている島でございまして、これ非常に特徴的なのはこれはデンマーク一応こう、まあ、デンマークというかデンマーク の島の一つなんですけれども、これデンマーク政府からのお金は入っていません。当初はその島の人たちが自分たちの島のエネルギーっていうのは風力とか太陽光とかバイオマスとかで賄おうじゃないかということで、その島民の皆さんがお金が島民の皆さんのお金で完全にその島のエネルギーを 100% 再生可能エネルギーで供給できるようなところにしたというところ、そういう意味でその非常にその有名な場所になっています。でまあ、これに近いといえば近いのが日本の場合ですと葛巻町というところがございまして、岩手県のちょっと盛岡の北の方なんですけれども、そちらはではまあ、ちょっとそこは葛巻町の皆さんのお金というわけではないんですけれども、まあ、いろいろネドのお金だったりさまざまなところからお金を、まあ、もらってきて、で風車を建てたりバイオマスのプラントを作ったりして、今は確か、町の中で使うエネルギーの
10何倍ぐらい、10倍だか20倍だかのエネルギーをもう生み出していると、再生可能エネルギーのみで生み出しているという、まあ、非常にその特徴的な町なんですけれども、そういったようなことも日本ではありますけれども、まあ、それに先んじているのがこのサムソ島ということで、非常にその島民が自発的にやってここまでできるんだというようなところで、まあ、有名な場所ではあるということになります。で、まあ、実地で教育というところも非常にその重要ということで、これイェール大学という、まあ、非常にそのアイビーリーグの一つの大学ですし、あるいはまああのハーバー確かハーバードに次ぐ古さのハーバード大学に次ぐ古さ第2番目に古い、大学、アメリカの大学が確かこのイェール大学だったかと思うんですけれども、まあ、そこで、まあ、環境負荷ですね、まあ、要はキャンパスがもうそのまさに実験場所だということで、自分たち、まあ、もちろんその授業を受けたりとかさまざまな研究したりとかも当然中ではやってるわけでございますけれども、それをしつつもなおかつ CO2 排出量というのを削減するためにはどうすればいいかというのは、まあ、学生さんも含めてさまざまにやってきているというのが一つの例かなというふうに考えて、まあ、ちょっとご紹介させていただきました。でこの実地の話で、まあ、本当にちょっと簡単なんですけれども、あの弊社もあのまあ、20% 削減という、あ 15% 削減というやつがかかりましたので、まあ、ちょっとあの我々も少しそういったもので取り組んだということでご紹介、ちょっとも簡単ですけれどもご紹介させていただきたいんですが、これはまあちょっとあの昔の2009年と10年のそれぞれの電力需要の変化で、あ電力消費量の変化で、まあ、ちょっとあのすみません、こちらが9時で こっからこの辺までが昼間で、こっからこの辺が夜中なんですけれども、こういった昔はこういうふうなトレンドになっていたと。でこの中で 4480kW で、ここがあの省電力の目標値ということで、ここにどういうふうに合わせていこうかなというようなところを、まあ、ずっとこの7、8、9月とやってきているわけでございまして、で我々の研究所の結構あの面白い特徴としては、あの昼と夜の差があんまりないというところがあります。で、まあ、こう夜中にピコンと上がっているのは、あの弊社はあのナス電池というやつを持ってまして、まあ、持ってるというか、あのあれ多分借りてんだと思うんですけども、入れていただいてまして、それでまああの夜中に充電して、で昼間にピークカットをするということをやってるので、この昼間はちょっとバキッと折れてるのがこのナス電池で賄っている部分と、でこの上がってる部分がナス電池で供給している部分ということになります。でここが一つちょっとビーッとあの完全に昼間上がって夜下がるというような、あの分かりやすいパターンを取っているのが、まあ2010年の8月なんですけれども、これなんでこういうふうになってるかというと、あのナス電池が壊れまして、まあ、しょうがねえなってことで、あのこういうふうなパターンになってるんですけど、まあ、こういったようなことになっていると。でこれをまあ減らすためにはどうすればいいかというのをいろいろ考えてまして、で、まあ、温度依存性なんかを取ってみたりですね、まあ、結構面白いのが、あのこれずっと2009年と2010年の全データをプロットしたやつなんですけれども、研究所というか多分研究機関はおそらくこういうふうな形になるんだと思うんですが、だいたい30度を超えたぐらいから電力消費量の伸びが落ちるというちょっと面白い特徴が出てきます。でこれ何でかっていうと、あの、まあ、おそらく上智大学とかあるいはまあ企業の研究所さんなんかもそうだと思うんですけれども、高温高湿地というやつがありまして、まあ今この部屋はあのさっきまで寒かったり今ちょっと暑くなってきたりで、こうちょっとこう非常に温度が一定じゃないし湿度も一定ではないんですけれども、その温度と湿度を完全に一定にできるというような部屋があります。でそういった部屋が置いてあるところは、この30度を超えるとだいたいこの電力消費の伸びが落ちるという典型的な特徴があるというようなところが、まあ、あの我々の研究所の分析から出てきたと。まあ、なんでかっていうと、あの除湿に要するエネルギーがいらなくなってくるんですね。でこの高温高湿で何をしているかというと、除湿してから温めてるんですね。まあ、除湿して空気を冷やして温めるっていうその3段階をやってると。で皆さんも多分聞いたことあると思うんですけど、エアコンの中でエアコンの作動モードで一番何がエネルギーを食うかというと、ドライが一番食うんですね。除湿が温度変わんないけど除湿しますっていうのがとにかくエネルギー食うんですね。で30度を超えると何が起きてるかというと、あんまりその湿度が高くなくなるんですね。まあ、もちろん湿度がないわけではないんですけれども、気温に比べると湿度がそんなに高くはなくなってくるので、除湿に関するエネルギーというのがいらなくなるということで、まあ、ちょっと折れるという、まあ、非常にそのこれ多分研究所特徴、研究所で、まあ、弊社に限らず他の研究所でもおそらくそうなるんだと思うんですけれども、こういうのを見ると何が影響しているのかというところが見えるんじゃないのかなというようなところで、まあ、こういったことを考えてきて、あとまあ見える化なんかも一応我々ちょっとあの今回やってみて、リアルタイムでやるのと毎時当別消費量というか、まあ、2つ、
まあ、我々だけで、我々というか研究者側だけでできたわけではないんですけれども、まあ、情報を管理している場所といろいろご相談させて、まあ、リアルタイムで棒状でもこれ今青い状態なんですけれども、これが近づいてくると黄色になって、で本当に確か 90% を超えるぐらいになると赤くなるというようなシステムだったんですけれども、まあ、今のところですね、省電力目標、これ、まあ、8月30までで申し訳ないんですけれども、確かに7割ぐらいの削減、これ 70% ですね、だから3割ですか、当初の予定よりもはるかに今削減をされたということで、一応こうなんか一部その弊社内でのちょっとした部門、ある部門では、まあ、よかったということで安堵をしていると。なんかこれ違反するとなんか終わった後に名前を公表されるとかいうので、さすがにそのなんか環境に取り組んでいるところが電力のあれを守らなかったっていうので公表されるのは果たしてどうかというので、かなりちょっとピリピリしてたみたいなんですけれども、なんとかそれはクリアしたというのが現状でございましたが、まあ、これちょっと9月についてもまた同じような状況になっているので、まあ、今の、まあ、こういったようなところがあったと、まあ、単なるご紹介ということで、まあ、この程度でと。で最後、まあ、脱温暖化社会手法とこれまでの成果ということで、まあ、今までっていうのはその、まあ、ある種研究のバックグラウンド、まあ、ただ研究っていうのはそういったバックグラウンドの上に成り立つものですので非常に重要な情報ではあるんですけれども、じゃあその2050年のデザインをしていくと、まあ、少なくとも今までのお話の中では、そういった低炭素社会とか脱温暖化社会には向かわなきゃいけないし、世界全体としてもそういった流れに向かっているという中で、じゃあ日本の脱温暖化社会とか低炭素社会というのはどういうふうに作っていくのか、あるいはどういうものなのかというところが、まあ、この最後のパートになります。で、まあ、取り組む意義という話をちょっと最初にお話しさせていただきたいんですけれども、まあ、確かにその割合としては小さいんですね。まあ、これパッと見ていきなり日本を探し出せるっていう方はなかなかおられないと思うんですけど、ここが日本です。この黄色いやつが。で上からまあアメリカ、中国ときて、まあ、ちょっと EU がまとまっちゃってるのはあれなんですけども、ロシア、日本ってことで、まあ、国単位で申し上げますと4番目、まあ、ちょっと EU を一つとしてしまうと5番目ということなんですけれども、まあ、確かにちっちゃいっちゃちっちゃいんですね。それでも 5% いくかいかないかですので、で世界全体で半減、まあ、100のものを50にするといったときに、この5のものが例えば 80% 削減ですと1ですけれども、そういったときに4下げることがどれだけ意味があるのかという話なんですが、確かに総量からいけば少ないんですけれども、ちょっと見方を変えてあげると、日本というのはまだまだ CO2 減らせる余地がある国だと、まあ、あるいは CO2 を減らさなきゃいけない国だというふうにもなります。まあ、1人当たりの CO2 排出量、まあ、単純に先ほどの数字を人間の数で割った頭数で割っただけなんですけれども、アメリカっていうのはまあちょっと高いと。で、まあ、韓国っていうのもかなり大きいんですけども、日本っていうのは他の国に比べると実は3番目にいます。で先ほどはですね、まあ、中国が上にいたわけなんですけれども、当然中国っていうのは10何億人、非常にその人間の数多くございますので、人口としては非常に多くございますので、そこで割ってしまうとまだまだちっちゃいと、まあ、世界の平均よりちょっと大きいぐらいで、日本はまあその世界平均の倍ということで、まあ、まだまだその一人頭で見たときには他の国から比べるとまだ CO2 を出して我々生活しているんだということで、まあ、もっとその CO2 排出量削減に取り組む意義はあろうかと。ただその一方で経済活動、まあ、GDP ですね、 GDP で割った場合には日本というのは本当に一番ちっちゃいということで、確かに経済の効率としてはいいと、まあ、ある経済活動、あるものを生み出すためのに投入するエネルギーの量としては確かに少ないんですけれども、ただまあ1人当たりで見ていくとまだまだ大きいということで、その意味でその我々まだ取り組む意義という、まあ、これももし非常にちっちゃかったら、それはなかなかその本当にその乾いた雑巾ということで難しいのかもしれないんですけれども、まあ、この点でいうともう少し余地としてはあり得ると。で、まあ、アメリカが大きいのはもうちょっとこれはどうにもならんかなというような感じではあるんですけれども、まあ、アメリカのそういえばなんか私が以前聞いたのは、そのアメリカのエネルギー消費量はだいたい日本の4倍だっていうので、まあ、簡単に計算できるっていうのはよく聞くんですけれども、まあ、非常に単純で、アメリカって人口が2倍なんですね。で1人当たりのエネルギー消費量も2倍ということで、2倍の2倍で4倍だっていうことで、まあ、日本のエネルギー消費量が分かればアメリカのエネルギー消費量っていうのは分かるというような計算ができるんですけど、まあ、確かにそのアメリカ行ったことある方は分かるかと思うんですけれども、例えばエアコンなんかが非常になんか
まあ、一番言い方悪いんですけれども、なんかバカみたいなシステムでオンかオフしかないというのがなんかアメリカだそうで、だから入れたら入れっぱなし、だからとにかくあの部屋の中が寒かろうが寒、まあ、エア冷蔵あなんですか冷房だとすると、部屋の中がなんか冷蔵庫並みに非常に寒かろうが何だろうが、とにかくオンにしたらひたすらにその冷気を吐き出し続けるというようなエアコンだったり、まあ、暖気だったらもう暑かろうがなんか熱帯ぐらいの暑さだろうが、もう無関係に延々とただひたすらにあの熱を吐き出し続けるというのがなんかアメリカのエアコンだとかいうんで、まあ、なんか一時が万事そんなような感じらしいという話は聞きますけれど、まあ、そういった意味、そういった観点から、まあ、あの 19.6 ということ、他の 国の倍ぐらいまで CO2 から見ても大きいのかなというところはございます。ただあの、まあ、もちろんそのアメリカも経済活動非常に活発でございますので、まあ、あの経済活動の尺度で見ると、まあ、世界平均よりちょっと少ないぐらいということで、まあ、なかなかその観点で言えば、まあ、あの優秀ではあると。でさらにまあちょっとその日本が取り組む意義っていうのは何なのかなと、まあ、先ほどの2つの尺度をですね、あのプロットしたものになります。先ほど左側にあったものを、この縦軸に、それから右側にあったものを横軸に引いたものになります。でまあ、アメリカっていうのはちょっとまあ この辺にいて、まあ、なんか独走状態なんですけれども、世界の平均がこの辺 でインドとかベトナム、インドネシアなんていうのがまあこの辺の世界の平均よりもどちらもちっちゃいような領域にいると。でですね、一つの問題はですね、先進国よりも発展途上国の方が、まあ、これから先どんどん発展してきますので大きく問題になってくるわけです。で、まあ、これ非常にざっくりなんですけれども、こちらのラインに乗る国とこちらのラインに乗る国とあるわけですね。まあ、あのちょっとこの傾きは別として、大体あのイギリス、フランス、まあ、ドイツも多分本当はこっちに入るんだと思うんですけれども、まあ、日本といったようなグループ、まあ、1人当たり CO2 排出量はちょっと高いけれども経済、1人当たり GDP としては非常に高いというようなグループがまず一つ。でから中国、マレーシア、まあ、韓国もちょっと微妙なラインなんですけど、まあ、一応ちょっとこっちに入れちゃいますけれども、まあ、そういったようなその1人当たり CO2 排出量は高いけれども1人当たり GDP でいくとそんなに高くないと。でこれどういうことかというと、こちらのラインに乗ってる国々っていうのはこのまんま GDP を増やしていくと延々とこう CO2 排出量が増えていくわけですね。でその人たちっていうのはまあ当然人口も増えてきますので、もう総量からいくともうどん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 ひたすら増えるだけのラインなこちらだと。でこちらの方はですね、あの日本なんかが乗ってるようなこのラインっていうのはまあ、GDP も増えるけれどもそれほど CO2 を増やさずに GDP が伸ばせるといったラインであるというところはのまあ2つがあると、まあ、どちらがいい悪いというわけではないんですけれども、これをですね単純にその発展経路を移行すればいいかと、すなわちそのこれから経済発展をする国々、まあ、マレーシアとかタイ、インド、インドネシア等々の国々ですね、まあ、今のやり方じゃなくて日本とか EU のやり方にすればいいですよというだけで話が進むかというと実はそうでもないんですね。これがですね、ここの2という数字、1人当たり 2トンカーボンですけれども、2トン CO2 なんですけれども、ここが実は脱温暖化社会の1人当たり CO2 排出量の目標になります。先ほどまではまあずっと60から80だっていう話をずっとまあパーセンテージで話をしてきたんですけれども、これを数字、1人頭の数字に置き換えますと大体2トン、我々が出せるのは2トンです。で今日本というのはまあ10トンですので、ここの大体10トンのところにいるので、まあ 80% 削減だと2になるというところなんですけれども、少なくともですね、ここの国々が、ここの人たちがこっちのラインに乗ったからといってじゃあここに入りますかというと、そういうことでは全くないんですね。で同様に実は我々日本も全然足りてないんですね。ということでですね、必要な、本当に必要なのはここの縦の、まあ、もちろんこっちもそうなんですけれども、ここの傾きっていうのをぐーっと倒してここまで持ってこなきゃいけない。でここの部分ですね、まさにその空いている部分、まあ、GDP は増えると、まあ、GDP っていうのはある種その、まあ、幸せ指標の一つではありますが、まあ、経済が非常に活発だから幸せかっていう、まあ、議論は当然あるにはあるにしてもですね、一応、まあ、あの一つの、まあ、お金をいっぱい使えるというのは一つの、幸せの、その社会の幸せの指標でございますので、まあ、そういった観点でその GDP っていうのはさすがに減らすわけにはいかないと
ということで伸ばしつつもなおかつ CO2 っていうのをここに抑えるということで、まずこの辺りにある国々がここに突っ込まなきゃいけない。ただ残念ながらここにいる国っていうのはゼロだと、今のところどの国もいないということで、まさにここに日本は勇気を持って飛び込めるかどうかといったところが一つ日本の取り組み意義であると、まさにその先を切れるか先陣を切れるかというところはあると思います。でもう一つが、やはりその、我々ちょっとアジアのさまざまな皆さんとお話をさせていただくと、日本ができるんだったらきっとうちもできるんじゃないのと思っていると、インド、中国、あるいはタイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア等々、さまざまなアジアの方々とお話しさせていただくんですけれども、彼らはやはり共通して言うのは、その日本ができるならうちもできると。やっぱりこのアジア地域において、日本というのは一番その先進国、経済発展が行われている国でございますので、ここでできると、彼らはその日本の生活レベルというのも知ってますので、こういった生活をしながらなおかつ低炭素社会、CO2 排出量を出さない社会というのを日本ができるんだったら、それはうちもできるよなということは必ず言っています。逆に言うと、その日本ができないんだったらうちもできるわけがないということでですね、ここの日本が先陣を切って取り組む意義っていうのは、アジアに対するプレゼンス、アジアに対する意義と、アジアが低炭素社会全体として動いていくという観点の中でも非常に重要であるということは言えるかと思います。ということで、我々日本脱温暖化2050研究プロジェクトということで、さすがにですね、この脱温暖化社会をデザインするという話を弊社内ではまかないきれません。申し訳ないんですけれども、我々のところはもちろん研究者は10名、20名ぐらいの陣容でやっておりますけれども、社会全体をデザインするというと、やはりそのじゃあ単純に産業がこうなりゃいいとか人口がこうなればいいとかいうような話ではなくて、本当に個々のコンポーネント、交通がまさに自動車の技術がどうなっていくとか、 IT はどういうふうになっていくとか、制度としてどういうふうになっていく、あるいは人間行動としてどういうふうになっていく、非常に幅広いところをカバーしなきゃいけないということで、ちょっと我々単独では対応できないということで、その環境省の地球環境総合推進費という、そういったちょっとお金のもとでですね、2004年から2008年、現在もちょっとこれ次のやつが続いてるんですけれども、その中で、日本全体約60人の研究者が協力しまして、2050年までどういうふうな社会に移っていけばいいのかというところを研究したものでございます。で、この中ではそのバックキャストというやつを作ってまして、ちょっとこれすっ飛ばしますけれども、フォアキャスティングっていうのはですね、現状から考える方法の延長で将来を考えるというやつで、バックキャストっていうのは目標とすべき社会を想定し、将来から現在の対策を考えるというようなことを書いてございます。これ実は我々の研究の大前提に近い部分なんですけれども、フォアキャストとバックキャストって書かれるとなかなか分かりにくいと。ただですね、このフォアキャストにしろバックキャストにしろ、実は我々普段の生活でやっています。すでに関係ないですけど、フォアキャスティングとかバックキャスティングってなんか釣りのあれから来てるそうで、キャストっていうのはこのなんか釣り竿のあれから来てるそうなんですけども、そのフォアキャスティングっていうのはバックキャストの方が多分説明は非常に簡単なんですが、皆さん例えば50万円のテレビを買いたいと、仮にですけれども、50万円のテレビって多分何インチですかね、多分60インチとかそんな、なんかバカでかいやつになるかもしれないですけども、50万円のテレビを1年後に買いたいというふうに考えたとします。そうするとどうするかというと、50万円、60万円の方がちょっと計算楽なんで、ちょっと10万円足させてください。60万円のテレビを買うと、そうすると12ヶ月あるわけなので、60万円を12ヶ月で割って1ヶ月5万円払っていけばいいなと。でそれを守らないと1年後にテレビが入手できないというふうになるわけです。これがまさにバックキャストです。別にこのテレビに限らず、皆さん多分こう何年後、1ヶ月後のこの日に何をやるから、じゃあ戻してっていうことをやってるかと思います。でこれの利点は何かというと、もうケツが決まってると、もう将来が決まってるということで、もうそこに至るためにこれをやらなきゃいけないと、絶対にそれをやらなきゃいけないんだという、ある種の義務感が働くということで、その将来の大幅な転換というところには非常に有効だと。でフォアキャスティングだと何が起きるかというと、テレビの話またちょっと持ち出しますけれども、なんかいつかとりあえず60万円のテレビが欲しいなと思ったりするとですね、初めちょっと例えば1年後ぐらいに買えればいいなみたいな感じで月5万円ずつちょっと貯めていこうと、
するとですね、まあ、大体3ヶ月後ぐらいに、まあ、大体なんかこう飲み会が入ると。そうするとちょっとこういや5万円払うのきついなと思うと、じゃあ今月4万円でいいかなと思い始めるわけですね。でそうすると今度まあ、また3ヶ月ぐらい経つと、まあ、年末年始でちょっとこう親戚の子供にお金お年玉出さなきゃなとかいうところで、また4万円が3万円になり、3万円が2万円になり、2万円が1万円になり、いつまでか忘れてくると。そうするといつまで経ってもテレビが買えないわけですね。これはテレビだからまだまあ、現実にというか、一応そのもちろんちっちゃいテレビでずっと暮らさなきゃいけないとか、今あるテレビで暮らさなきゃいけないという弊害はあるにしても、一応その気候変動に対してはそれほど大きな影響はないんですけれども、ことこの成行平日に関しましては、先ほど、まあ、かなり前に申し上げました通り、2050年に半減しなきゃいけないのに、もう、まあ、来年でいいや来年でいいやみたいな感じでやっていきますとですね、ずっと CO2 がただひたすらに増えていくだけと、まあ、バスタブでいうと延々と蛇口を閉めるのを後送りにしていくと。そうするともういい加減ずっと CO2 が溜まっていって、温暖化がどんどん進んでいって、でさらにちょっと戻りますと、その温暖化の影響といったものの、まあ、程度がどんどん増えていくということで、まあ、ちょっとそれは非常に困るということで、まあ、我々そのバックキャスティングといったものを通常採用しております。でこれがまあ検討の手順ということで、まあ、初めにその社会を想定する、まあ、だいたい向かう先が分からないとどうしようもないので、まず向かう先を決めましょうというのが一つで、まあ、そこに至るサービス需要とか、あるいはまあどういったエネルギーを使えばその CO2 排出量というのは削減できますかといったものを検討しましょうといったものが全体の流れになっております。でですね、ちょっとここでまた話がずれて申し訳ないんですけれども、モデルの役割といったものをちょっと簡単にご紹介したいなと思います。多分環境に特に関心を持たれている方、いろいろなんや経済モデルだとか、なんか技術モデルだとか、なんやかんいろいろそのモデルっていうのを聞いたことがあるかと思います。まあ、我々のところでも、まあちょっと英語で申し訳ないんですけど、さまざまなモデルを組み合わせて検討しているわけでございまして、あるいはその政策の部分でもモデル分析といったものはかなり強力なツールとして使われております。ただですね、ちょっとまあモデルって何だろうっていうところを改めて考えてみますとですね、まあ、模範となるものという意味もありますし、模型、あとはまあ自動車の新型を指す時もありますね、まあ、話の中でですけれども、 あとはまあ若い方々が多分モデルというと、おそらくファッションモデルのことを指すのかなと。ですので単純にまあ私ここでモデルと申し上げてますけれども、きっと皆さん の印象としてのモデルって何やろっていうのが多分違うと思うんですね。でまあ、ただその共通項ですね、いろいろ、まあ、模範となるものにしろ何やらかんやらいろいろ書いてございますけれども、共通項としましては、このモデルという、まあ、なんかとにかくモデルって名がついているものはですね、何らかの対象物の本質をすくい上げると、まあ、なんかこう概念的に、まあ、プラモなんかそうですけれども、あれは完全、まあ、ちょっと最近のものは非常になんか細かいんですけれども、ちょっと前のやつはなんかそれっぽいような、ガンダムかなみたいな感じのやつがガンダムのプラモだったりガンプラだったりするんですけれども、まあ、そういった形でその、まあ、ただ見た感じ、まあ、確かにこの形してりゃガンダムかなみたいな感じのやつもあるので、まあ、そのなんとなくそのこれかなっていう、その対象物の本質をすくい上げるというようなことがこのモデルの共通項かなと。で、そう、我々のところでいうモデルっていうのは必要性ですね。まあこの観点から言いますと、その我々の言うところのモデルっていうのは、まあ、方程式の組み合わせが実はモデルなんですけれども、我々のところで何でモデルが必要なのかなっていう話をちょっとさせていただきますと、一つ、まあ、もちろんその現状の社会っていうものを理解するというのも一つなんですけれども、もう一つの役割としまして、環境エネルギーシステムの理解、あるいはシステムの介入による反応、シミュレーションによる測ること、この2番目の目的が非常に我々にとっては重要になります。で、まあ、モデルを適用する対象ですね、まあ、この特に脱温暖化の話で言いますと社会とか、あるいは場合によっては気候システムそのものもなんですけれども、大規模で複雑です。なかなかその、まあ、もちろんその人間社会、まあ、極端な話ですけれども、50何億、60何億地球上にいますので、そうするとそれぞれの人たちが別なことをまあそれぞれ考えて動いているわけですので、その60何億のやつを全部完全にシミュレーションしなきゃいけないのかという話になるんですけど、まあ、少なくともとにかく大規模であると、なおかつ複雑であるということでですね、なおかつその不可逆性があるというところが非常に重要なポイントになります、我々にとっては。
で、まあ、もちろんその、実験室の中でできることもあります。実験室でなんかちょっと環境を作って、CO2 が倍になると本当に温暖化するのかなっていうのはちょっとちっちゃな箱を使ってやったりもしますけれども、ただ世界の CO2 排出量を現状の2倍したときに温暖化どのくらい進みますかとか、炭素税をかけたときに経済活動どういうふうに変化しますかっていうのを実験はさすがにできない。いや、まあ、炭素税はちょっとかければ多分なんか野田首相が明日からかけますとか言うとできちゃうのかもしれないんですけれども、いや、まあ、かけたらかけたでいいんですが戻せないですよね。これはちょっと違ったなと思ったときに戻せない。で、CO2 排出量を倍にしたときも同じように、ちょっとこれ温暖化進みすぎるから倍になるのはやめようよって言っても倍にしちゃったしということで戻せないと、まあ、非常にその大きな不可逆性があるということで、そのシミュレーションといったことはやはりその、まあ、計算機の中でやらざるを得ないということで、その我々モデルを使っていると。で、モデルの結果の意味なんですけれども、よくその、まあ、モデル同じようなことをやってるんだったら、例えば日本を対象にしてエネルギーのシミュレーションモデルを作ったんだったら、ある条件、炭素税を例えば2000円かけた時の反応、経済がどういうふうになりますかとか、1万円がかけたらどういうふうになりますかというような反応は一緒にならなきゃいけないというような話もあるといえばあります。ただその我々のモデルの役割っていうのは実はそこにはないんですね。全く同じ解を出すのがモデルの役割ではないというふうに我々としては通常は考えています。じゃあモデルの役割って何なのっていうと、実は我々単独でやれることっていうのは、まあ、こちらちょっと左肩にもただ図だけ書いてますけれども、ある対策をかけたら CO2 っていうのはこのぐらい減ると、まあ、なんか知らないけど半減ぐらいすると。でも別な対策をかけたら8割ぐらい下がると。そしたら別な対策の方が効果が高いんだというところを情報として引き出すのがモデルの役割です。単純にその我々の中だけでこれが絶対的な8割だから、8割とか5割っていう数字はそれほど実は重要ではないんですね。重要なのは A と B を比較したときに B の方が効果があるというような情報を引き出してくることがそのモデルの役割になります。で、また複数のモデルを組み合わせたとき、まあ、比較をするということはよくやるんですけど、弊社のほかに国内でもさまざまな研究機関あるいは大学の先生方がモデルといったものを作ってますけれども、それを比較するということもまた非常に重要なんですね。それは全く同じ答えが出るというのが重要なんではないんですね。で、こちらあるちょっとプロジェクトの結果から持ってきてるんですけれども、これ気温上昇の程度を表しています。これが2度まで抑えるとき、それから 2度から 2.5 度とか、まあ、ちょっと細かいところ省きますけれども、非常に重要なのは例えばこのパス 2.5 度から3度までに抑えるための CO2 排出量のパスの結果をただひたすらに集めたものです。ただいろんなさまざまなところ、世界、これは世界各地の研究計算結果を持ってきてるんですけれども、そうするとですね、ここから何が分かるのかというと、逆に言うとですね、ここのパスを外れると 2.5 度から3度というのは守れないんだというところが分かります。もちろん不確実性がありますので、ここの上を通るという可能性もあるし、下を通るという可能性もありますけれども、この辺りを通って、この例えば紫の領域を通って世界全体の、気温上昇といったものを 2.5 度から3度に抑えることはまあ難しいんだというようなところの情報が引き出せるということで、そのモデルを比較、相互に比較するというのも非常に重要な意味があると。というか逆に言うと、そういったことをやらないで単純にその出てきた結果、モデル一つだけですと通常一つの一本の線が出てくるんですけれども、これは絶対ですというような形の使い方は実はあまりモデルはしてないというようなところはご紹介しておきたいと思います。で、まあ、ちょっと話が戻るわけなんですけれども、でですね、不確実な将来ということで、将来どういうふうになるか分かりませんよねっていう、まあ、当たり前っちゃ当たり前で、私がこの部屋を出たときに、この部屋を出て、まあ、この次のところに行くときに、例えば交通事故に遭わない保証もないわけですね。まあ、明日の風が吹くとか、まあ、よう言いますけれども、なのでちょっと将来、特にその2050年ですので40年後果たしてどういうふうになっているのか分からないということでですね、まず我々2つ の, 社会を想定しようというふうにしてみました。2050年ですけれども、こちら A と B ということで、まあ、一つはその技術志向のもの、それから B が自然志向ということで、まあやってるんですけれども、まあ、もうちょっと絵でパチッと見せますとこんな感じのものになります。
でビジョン A、ビジョン B ということで、まあ、2つ作っておりまして、片方が活力社会、まあ、先ほどの技術中心の社会で、ゆとり社会というのがまあ自然中心と、まあ、こちらの方で絵で大体ようなこんなような感じになっているの、まあ、ちょっとこれすいません、昔作ったので、実はここにあの変なマークがいるんですけれども、これ今考えてないので、あまりここは気にしないでいただきたいんですけれども、これはあのこんなことは今は入ってないです。でまあ、こういうふうな形で、まあ、以前はですね、あの我々これドラえもんの社会と、サツキとメイの社会と申し上げておりまして、まあ、そっちの方が実はネーミングとしては分かりやすかったんですけれども、まあ、三鷹の方からちょっとあのクレームが入ったので、今はあのビジョン A も合わせてあのこんな なんかのっぺりした名前にちょっと今変えさせていただいてますけれども、まあ、あのいずれにしてもそういうふうな2つのちょっとあの結構極端だと思われるかもしれないんですけれども、まあ、極端なそれぞれ極端な社会でやってみてどちらも成功するんだったらきっと将来の社会というのはその合間のどっかにありますので、まあ、きっと日本将来の本当の日本一つになるわけなんですけども、そこでもできるんじゃないかなというようなところで、まあ、2つちょっと極端ですけれどもやっております。でその時にまあ人口がこうなるとか、まあ、こちらが現2000年ですね、2000年状態で、こちらがまあ2050年なんですけども、あの、女性の方がこうピコンと伸びてるのは別にあの85歳から90歳がいっぱいいるというわけじゃなくて、これがこうずっと上に伸びてると、まあ、今でもあの平均寿命で言いますと男性よりもあの女性の方が高いですので、それがまあもうちょっと進むということで、これが本当はいっぱい伸びてるんですけども、まあ今ちょっとこれあのここまでしか書けなかったので、この辺のやつを全部グッと入れてるので、ここだけピコンと飛び出てるということになってますけど、まあ、こんなような形になると。それから産業構造としてもですね、まあ三次産業が大幅に伸びていくというようなところがあの我々想定をしています。で省エネルギー技術、まあ、技術というのも当然あの単純になんか人間の行動を変えればいいとか経済活動を変えればいいというだけでは、まあ、CO2 減りませんので、合わせてちゃんと技術というのも入れなきゃいけないんですけれども、ただ技術も伸びしろというのも当然あの限界がありますので、まあ、いろいろなちょっとさまざまなところから持ってきまして、 AIST っていうのは産業技術総合研究所の、まあ、我々のお隣のところだったりとか、 MOE っていうのが環境省、それから METI っていうのがあの経産省の見通しなんですけれども、まあ、あの環境省はなんか、2030年とかに、まあ、やたらめったらあの効率が上がるっつってんですけども、ちょっと我々の中で議論した結果、まあ、さすがにちょっとまあ、あの環境省からお金をもらってるとはいえですね、なかなかちょっとこの環境省には従いねえなってことで、あの経産省の値をちょっとまあ、現実的かなというところで、まあ、あのこの中では取ってたり、まあ、こういったこれはエアコンのみの話なんですけれども、この他のさまざまな技術、まあ、トータルで600種ぐらい我々技術想定しまして、それぞれについて果たして2050年どのくらいまで効率が上がっているのかなといったところを、検討してるんですけど、まあ、こういったようなものを繰り返したということになります。でまあ、低炭社会の暮らしってことで、まあ、それらを組み合わせていきますとですね、こんなような感じで、まあ、高断熱住宅っていうのは非常にその、暖房需要が大きく下がるということで 100% 普及してたりとかですね、まあ、そういったようなことを書いてると。あとはエコライフなんかも必要かなということで、まあ、これ定量的には反映はできないんですね、CO2 排出量に直接反映するわけではないんですけれども、ただ、まあ、非常に重要だということで、まあ、こういったようなことも書き込んでやっていると。でこうやっていきますとですね、まあこれが2000年の実績値なんですけれども、エネルギー需要って、まあ、要は我々が使っているエネルギーだと思ってください。普段の暮らしで使っているエネルギーだと。で今先ほどのようなことを組み合わせていくことによってですね、まあ、生活水準は今よりも変わらないということにしています。我々の想定の中では少なくとも今よりは悪くならない、もちろんまあ改善する方向にはいきますけれども、今よりも悪くならないという前提のもとでですね、まあ、サービス需要で、まあ、我々普段使うエネルギーというのは半減よりももうちょっと減らすことができますよというところが出てきています。これもまあ様々な先ほどのちょっとモデルの評価なんですけれども、まあ、こういったことが出てきています。でこれをですね、まあ、今は仮定のみここの部分のみでちょっとお示ししたんですけれども、まあ、技術の場合と同様にですね、まあ、産業についても同じように技術を想定して、こういった対策を入れればいいとか、まあ、そういったような検討、あるいは業務運輸、それから運輸の旅客貨物といったようなところで検討しますとですね、2000年に比べると大体 40% ぐらいまで実は我々普段使っているエネルギーというのは削減できる余地があるというところが出てきております。したがいまして、そのまあ必要なサービス、まあ、少なくとも今現状の程度の暮らし、あるいは経済の状況で維持しつつという前提ですけれども、その時のエネルギー投入量というのは大幅に削減できるんだというところが、まあ我々の研究成果の一つになります。これはエネルギー需要側なんですけれども、まあ、エネルギー供給側というところで見ますと、
まあ、水素とか太陽光、風力、あるいは原子力、あと炭素隔離潮流、まあ、CCS とも呼ばれますけれども、そういったものを組み合わせることによって、まあ、トータルとしては CO2 排出量は 70% から、まあ、60から80の間は十分達成できるんだと。まあ、今はちょっとこの真ん中の選択肢っていうのはちょっと選択肢と非常に厳しくはなってきてますけれども、まあ、これじゃなかったとしても、まあ、水素と太陽光、風力を組み合わせたりとかバイオマスを組み合わせることによって十分エネルギーの供給といったものはキープできると。でこれがまあ全部を集めたものでして、まあ産業部門で何やってとか、まあ、これは後でその大坪先生の方からちょっとファイルいただいて見ていただければ、やたらちょっと細かいのであれなんですけれども、まあ、こういったようなことでトータルとして、まあ、この時は70だったんですけど、まあ、70、80についても同様に、まあ、これをちょっと拡張する形になるんですが出てくると。でこれシナリオ B でございますけれども、 B もこれ実はほとんど一緒でして、この赤線引いたところはシナリオ A と一緒の対策になります。でここから分かることとしてですね、シナリオ A と B で共通する対策が多い、まあ、あとはその社会そのものも、まあ片方は、まあ活力型社会、それからもう片方がゆとり社会ということで、まあ、想定する社会も2つ違うんだけれども、取る対策が違う、取る対策がほぼ一緒ということですね。結局我々やらなきゃいけないことでそんなに実はバリエーションがないということなんですね。取れる選択肢っていうのはあんまりないんだと。で違いはどこに重点を置くか、まあ、特にその自然エネルギーというのに重点を置いたらシナリオ B の方に向かいますし、技術の対策に力点を置いたらシナリオ A の方に向かっていくという、ただそれだけなんだというところが我々の結果からは出てくると。で最後、まあ、お時間もなくなってきたんですけれども、脱温暖化社会に向けての研究の次のステップということで、今我々何に取り組んでいるのかというところを最後にちょっとご紹介したいと思います。まあ、現在その第3期中期計画といったものが始まっております。2011年から5年間、2015年の3月までですけれども、この第3期中期計画の時にですね、まあ、温暖化研究プロジェクトといったものが走ってるんですけれども、そこの中では、まあ、今までは日本を対象にして考えてきたと。それをですね、次はアジアに向かおうじゃないかと、まあ、もちろんその日本で完全にもうこのままいけば低碳社会ができますよという確証を得ているわけではございません。ただ今はその話としては、ビジネスの皆様、あるいは政策の皆様、政策決定者の皆様をどういうふうに巻き込んでいくかという、まさにその実際の動きにつなげるという段階ですので、そこはまあもちろん我々としても協力はしていくんですけれども、それはそれでまた別の専門家の方々が中心になってやっていっていただきたいということで、まあ、次にちょっと我々の先ほどまでの研究の話は視点は少しアジアに向けようじゃないかということで、今アジア低碳社会に向けた研究にちょっと軸足を移しております。で日本についてはまあ、少しその自治体ですね、まあ、最初のあたりに申し上げましたその地方自治体が動いているとか、あるいはまあ北海道と沖縄が違うとかいうような話がですね、まさにその日本の今まで説明してきたシナリオっていうのは本当に日本全体を一個として考えてますので、まあ本当に北海道の例えばその網走のあたりで何をすりゃいいのかとか、沖縄の那覇市で何をすりゃいいのかっていうご質問を非常に多々いただいておりますので、まあ、そこについてその、まあ、今までご紹介してきた研究の手法といったものを適用しようじゃないかというようなことがこの、まあ、もう一つテーマとして立ててやっております。でこちらはまあちょっと私自身が直接関わるわけではないんですけれども、国際制度とか国際交渉といったものが、まあ、どういうふうに進んでいくのかといったものを、見ましても、この三位一体で、低碳社会、まあ、低碳世界と多分おそらく言った方がいいと思うんですけれども、そこに向かうために何をしていけばいいのかといったことにを研究していこうじゃないかということで、今軸足を移しつつあります。でまた先ほどちょっと申し上げましたけれども、日本の低碳社会研究、環境省からファンドをいただいてやっている部分なんですけれども、そちらはまあ2008年で終わったと。で2009年からこちらの方に移りまして、まあ、メンバーもちょっと若干は変わってるんですけれども、まあプロジェクトリーダーということで貝沼、弊社の貝沼が担当しているんですが、まあ、さまざまなところ、例えば交通部門、交通の話については、まあ名古屋大学の林先生が、林先生が非常にその見識の高いご専門の方ですので、その方に中心になって検討していただいたりですね、資源といったもの、まさにその鉄をどう使うとか、セメントをどう使っていくか、あるいはどういうふうに生産するかという話もそうなんですが、そこの部分について考えなきゃいけないよねということで、ちょっとすみません、これちょっと資料が古いんであれなんですけど、この4月から森口が東大に移っているので、ここはちょっとうちではなくて東大なんですけれども、その森口がヘッドになって検討していただいたりとかですね、まあ、さまざまな観点から、
アジア低炭素世界、低炭素アジアといったものに向かうために何をすればいいのかといったものを今検討しております。で、2009年から始まっておりますので、まあ、現在2011年ということで、まあ、滋賀県とか、まあ、滋賀県はまあ国の都道府県なんですけども、あと京都府とかいったところから、まあ、イスカンダールというあの何ですか、ジョホールっていうサッカーに詳しい方はあの多分分かると思うんですけど、シンガポールに真向かいの場所にあるんですけども、まあ、そこのジョホールの地域で低炭素社会というものはどういうふうになっているとか、あるいはアーメダバード、まあ、先ほどちょっとあの都市の話でご紹介しましたけれども、そこでどういうふうになっていくのかとか、まあ、いろいろ検討してきていると。まあ、この他にもその、インドであればボパールであったりとか、タイであったりとか、バンコク、まあ、インドネシア等々、まあ、現在、進めているというところでございます。まあ、あとはこんな感じでその、各国の皆さん呼んで、ちょっとあの先ほどまでご説明してきた研究手法を説明したりとかですね、あとは、まあ、低炭素世界の国際研究ネットワークというのもあるので、まあ、こういったところで、まあ、日本とかフランス、まあ、先進国だけじゃなくて韓国と、今ちょっとこれインドも入ってるんですけれども、インドといったような国々で、まあ、研究者同士のネットワークを作ってコミュニケーションをしつつ、まあ、研究手法といったものを広げていって、最終的に低炭素世界に向かおうじゃないかといったようなことを、まあ、研究として進めているということになっております。まあ、ちょっといろいろ雑多な話が多くなっちゃって大変申し訳ないんですけれども、あの本日の話は以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。